それでは参りましょう。こちら、超難問、空腹の子供たちのために自分のアンパンマン。東大生クイズ王伊沢、アンパンマン。続きを聞いてみましょう。空腹の子供たちのために自分の顔を与えてあげる柳瀬隆が生み出したヒーローは誰でしょう。アンパンマン。伊沢さん、アンパンマンという言葉どこで知ったんですか。そうですね、アンパンマンいつ知ったかな。もう多分僕がアンパンを最初に食べた頃にはアンパンマンのことは知っていたと思います。素晴らしい。なんとアンパンを知るとなんとアンパンを知ると同時にアンパンマンをもうすでに知っていたという、その知識量はまさに神の領域。あ、じゃあそれに書いてやべ、絶対笑わねえなと思ってたら、あ、アンパンマンなんだと思った時に油断してしまったところはてなに入る言葉は何。銀河系最強川村。ワイなんでこれワイなんですか。これなんだったっけ。これこれは庭でワニですね。あ、これ庭だったんだっけ。ワイリアルリアルにワイないやなと。ワイがダメやけど厳しい。ワイは面白いな。ワイかと思ってやった。え、ワイっていう。ワイかよ。ごめん、これ。これ面白いっすね。確認しかなかった。Y だったって。インタビューでしときますか。一応しといた方がいい。まあじゃあ。じゃあ戻して。川村さん、はい、答えが Y ということで、これは一体どういうことなんでしょうか。そうですね。まず砂とナスを見ますと、こう砂とナスに共通点がないので、これはもう言葉遊び問題かなと思って、そうやって砂とカバーを見ると、1文字目と2文字目が逆転していることに気づくんですね。なるほど。そうすると岩を逆転すると Y になるんですけども、この Y というのがですね、こう Y 一人称かなという、まあおそらくね、いろいろあったんでしょうけど、こう Y という言葉のチョイスでそれを踏み越えてボタンを押すことができて、10ポイントを得ることができて、とても良かったですね。漢数字の1と漢数字の2を縦に。銀河系最強川村。3。素晴らしい。問題の続きを見ます。漢数字の1と漢数字の2を縦に並べて一つの漢字とみなした場合、何という漢数字になるでしょう。正解は3でした。こちらは漢検10級レベルの超難問だったのですが、川村さん、はい、見事な正解でした。ありがとうございます。ですね、これはですね、漢数字は 1,2,3 まではこうルール通りに来るんですけど、4からがだいぶ難しいんですね。ちょっと4ここら辺に出していただけるとありがたいんですけど、すごく難しい形をしていて、そこまで踏み込まれるとちょっとわからないかなと思ったんですけども、どうにか3で止まってくれてありがたかったですね。市販されているものは醤油やからしが同封されていることが多い。ネバネバとした糸を引く。東大生クイズ王伊沢。納豆。続きを聞いてみましょう。ネバネバとした糸を引く大豆食品は何でしょう。納豆という問題でした。伊沢さん、どうでしょうか。僕やっぱり茨城県出身なので、こういう問題は絶対に落としちゃいけないなと思ってましたし、ネバネバしたものというところでちょっと迷いましたけど、最後自分の頭の中で考えた時に納豆って答えて間違ったら、まあ後悔はしないかなと思いました。なるほど、最後はもう勇気で答えたという。そうですね、ちょっと怖かったですね。まあちょっとさっきシーチキンという僕に不利な問題が出たので、ここで納豆という僕に有利な問題が出て揺り戻しがあるかなと。なるほど、はい、運がこう悪かったので次は運がいい方向に流れが来るぞって考えてました。そうですね、シーチキンが先ほど出てきて、これお魚好きなのかなと思って醤油と聞いた瞬間にお刺身が邪魔してきてですね、最後までそのお刺身に埋もれて僕は脱出することができなかったんですね。左手に装着されることが多い。手首に巻いて使う時計。あ、そうか。銀河系最強川村。腕時計。すごい、素晴らしい。
そうですね、今日偶然ちょっとカンニングかもしれないんですけど、僕腕時計つけてるんですよ。なんと川村さん腕時計をつけていた。そうですね、ちょっと今日珍しく腕時計つけてて、こんなちょっと伊沢くんには申し訳ないというかズルしちゃった感じもするんですけど、ね、女性だとあのこっち側で見えるように右につけてる方もねいらっしゃいますから、はい、左の時に腕時計というのはよぎりましたけど、あ、なんか僕が見てきた多くの女性の中には右手につけている方も多かったなと、今までのちょっと経歴が邪魔をしたみたいな感じでした。ビジュアルは、でも左手のところで押すべきだ、問題読み。結婚指輪切れなかったんですよね。結婚指輪切れなかったです、うん、伊沢さん、これは知ってましたか、はい、そうですね、僕は基本的に週2回は必ず牛丼を食べるようにしているので、まあその経験が生きたかなと思います。なるほど。ちなみに松屋派です。松屋派、問題文には入ってませんでしたが、はい、ちなみになぜ入ってないか分かりますか。松屋は牛飯だからです。 お見事、普通にすごい話でした。はい、じゃあ、画像の2、普通クイズじゃないか、画像の2をいきましょう。そうですね、まあ今結果的に後ろにつくパターンだったので簡単な答えに落ちましたけど、前につくパターンもちょっといろいろ想定していたので、あの浅田真央母とかそういうものを考えていたんですけど、ちょっともう一回言えない、浅田真央母とかそういうパターンを考えてたんですけど、まあお兄だったので、まあでも今考えると普通に2枚目がめくれるタイミングで押せばよかったなと考えてました。最初に、最初に浅田真央が思い浮かんでしまった絶対。まあそうですね、最初に浅田真央が思いついてしまったという感じですね。そう、逆切ります。浅田真央来たなんか別解がないと別解がないと2つ目まで待った言い訳にならないなと思って。でも浅田真央母は浅田真央氏における重要人物ですから。あのお母さん亡くなったのでバンクーバーで銀メダル取ってすごい涙。なるほどね、足立由美母で、あ、美じゃんってなっちゃう。あと僕その高校3年生の時の出席番号が5番だったので5にはすごく愛着があります。覚えやすい数字だったということですね。正解はシーチキンでした。川村さん、この言葉はいつ知ったんですか。そうですね、シーチキン僕偶然にも食べたことがあってですね。シーチキンを食べたことがある。そうですね、僕もちょっと押してからしばらく考えたら、あ、これ僕食べたことあると思って。そうですね、でもおそらく覚えてるくらいだから10歳とかそのあたりで食べて、おそらくこれ美味しいなと思ったはずなんですよ。美味しいですね、ちょっと今味覚をダウンロードしたんですけれども美味しいですねこれ。味覚をダウンロード、はい、10年以上前の記憶が現在もあるというのは素晴らしい。そうです、10年以上前にも食べましたし10日前にも食べてるんですね。リモコンって電池使うんですか。ちょっと川村さんにとっては難問だったんですが、そうですね、ちょっと銀河系はそこの文明レベルを超えてしまったのでちょっとごめんなさい。なるほど、川村さんはどうでした。そうですね、ちょっと銀河には星がいろいろあるのでちょっとですね、まず太陽系に絞り込めなかったですね。こうどこかにこんな星があったらちょっとボタンが押せないなと思ってたら、今冷静に見ると多分南米が映っているんでこれも地球なんですけれども、もう太陽系にまず絞り込めなかった、ちょっと宇宙で迷子になってました。確かに青い星はたくさんありますからね。そうですね、はい、宇宙に星は本当にたくさんの数でありますから、その中でどれか一つ当てるというのは本当に難しいと思う。星って星の数ほどあるんですよ。なるほど、はい、喜びの言葉などあればお願いします。人類は救われました。ありがとうございます。優勝したのは銀河系最強川村拓也さんでした。銀河系最強って何なんでしょうね。